アイディアみたいのはこうインプットとかはどういうふうにされてるんですか？まずその作品だとこうやっぱり資料とかもちろんもらってするんですけれども、いつ音楽ってこう、思いつくというか、いつできるか正直自分でもよくわからないので、なんか割とその、アンテナは多方面に張ってるというか、例えば日常だと割と普通に過ごしてしまうので、あえてその非日常、例えば分かりやすいのだと旅行だったりとか、あとはそのすごいドラマチックな小説だったりとか漫画だったりを一気に読み込むとか、日常とちょっと違う世界みたいなところに身を置くっていうのが一番私は効果的で、曲を作られるときは、もう作るぞって言って机に向かわれることが多いんですか？そこで作れるかっていうと、作れない時も結構あったりとかして、分かんないですね、本当にいろんなところで、曲って本当にできちゃうので、ふとしたときとふとか。した時とかに、だからもう作んなきゃいけない、締め切りまで作んなきゃいけないって言っても、がっつり向かってるよりも、いやもうこんだけガチガチになっちゃったら多分なんかできないと思うから、ちょっと買い物行ってこようとか思ったりして、もう本当にそこのスーパーとかに行って、こうなんか見てると「え、ちょっと待って、このメニューでいいんじゃない？」みたいな感じになって、昔はよくこう自分でボイスレコーダーっていうか、今スマホとかですよね。で、昔はその家の留守電に入れたりとか、自分の あとはメモがあったらメモでこう5線とかまできちんと書けないので、ささっと走り書きでドレミとかで書いたりとかして、もうあとは慌てて帰ってパソコンに向かうみたいな感じですね。自分なんかもスーパーで野菜とっても献立しか思いつかないんで。これね、本当不思議で、なぜここで私はしめじを取った瞬間にこのメロディーが思い浮かぶのかっていうのは分かんないんですよね。だからやっぱりそれってこう、そのどこで来るか分からない、何かそのでも頭の中の何かがつながって、何かの電気信号で多分出てくるんですよね。だから不思議だなと思うんですよね。いやでも先ほどご自身で音痴だとおっしゃられましたけども、思いついたメロディーを吹き込むときに違うかったりしないんですか？違うなって思います。帰ってきて、ちょっと違うんだけどどうだったっけとか。でもふとした瞬間にやっぱ浮かぶことがあるっていうので、そうですそれね。はメモになり、ね、覚えておかないといけないということですそうもんなね。んですよね。で、不思議なのは、もうそういうのをしなくても次の日になっても覚えてたりするとかっていうこともやっぱりあったりするんですよね。やっぱそういう曲っていうのは強いなと思なるいほますど。ね。印象に残ってるというそうでか。すね。なんかもう朝起きたらそれが鳴ってるみたいなことがやっぱりあったりとか、私なんかこう聞こえてくるってよく言うんですね。なんかもうその聞こえてくるっていうのを、私はそれを拾ってこうデータにしてるに過ぎないと思ってるので、その聞こえてくるっていうのは、朝起きたら聞こえてきちゃうんですよ。もう朝起きた瞬間にもうその昨日作った曲の続きとかがもう聞こえてきちゃうんですよ。もうそうするともう変な話、お手洗いも行かず寝巻きのまま、とりあえずこれ今聞こえてるから、これ絶対これは残しとかなきゃダメだと思って、もうこれがもう会社とかだったらもう出社しないとダメだっ出たってこ社としないとメモできないので、だからもうとりあえず家の留守電に吹き込んどくとか、とりあえずそこでメモ取るとかっていう形でして、寝起きの瞬間に。寝起きの瞬間とか、あと聞こえてきて目が覚めるとかもあるんですよね。そっち先行ですか？そっちもあるんですよね。脳内アラームみたいなことそですうよなんですね。よね。もうすごい嫌なアラームで すいけどやいや、でね。もそれが素敵な曲にっていうことですよね。ああ、素敵になったのかどういかやわいからやいないんや、ですけど、でもそういうことはありますね。